The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. こんにちは、ブランドバイヤー社長です。グレートランド響きです。ハーレー T シャツ第2弾ということで、はい、まあ逆にね、今着いひんけど持ってる人もいると思うんですよ、ハーレー T シャツ。ぜひともお買い取りの方もね。もう着てないんやったらぜひとも、はい。年代はもちろんのこと、サイズ、デザイン、あと僕たちの好みも含めて、結構高く出しますので。うん、ハーレー。おそらくお買い取りで言うと、まあまあ、ハーレー T シャツに関しても、かなりびっくりなお値段、ご提示できると思いますので、うん、まあこの辺にお買い取り絶賛募集中と書いてると思います。ぜひともそちらの方も、そう。降りていただければなと思います。ということで、ハーレー T シャツ第2弾、最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。はい、いいやん、これビールやで。なんかこんなんあかんねんけどな、ほんまは。いいっしそれトヨタのお前ロゴとビールやるか。やらないですね。これね、俺いつも不思議なんですよ。アメリカってさ、はい、飲酒運転アメリカあかんやん、はい、アメリカドラマとか見ててさ、はい、こうデカたちがさ、はいはいはい、男女の部署みたいな、はいはい、彼らがさ飲んでてさ、緊急呼び出しみたいな感じでうわー戻るやん、はい、車パーン飛び乗って、はい、あれいいの。ダメですよ。えでもそのかっこいいからありなんじゃないですか。なんか多分日本とね、飲酒の飲酒運転とされるところなんか違うでしょ。あ、違うんすか。線引き、日本はもう一滴でもダメや。そうですね。アメリカも州によると思うんだけど。ちゃうんすか。なんか今なんかギャラリーがね、首振ってたから、ケムクチャラが前でお買い取りしてますけど、はい、まあとにかくいい T シャツです。ミルウォーキーズファインフィネスト、ファインネスト、まあ、ファインの最上級系、はい、やでしょうね、うん、はい、コピーライトはコピーライトはないですね。ないのか、これは。これ後ろもね、ちなみに背面も、まあ、シングルシングル、ちょっとクラシックな感じの、はい、ロゴが入ってます。これいいじゃないですか。 XL だと思います。いいね、はい、普通に、まあ、そうですね、ハーレーの中だと僕初めて見たこんなビールのやつあるんですね。いいと思います、はい、次もハーレーです。まあ、全部ハーレーなんですけど、はい、フレイム、いいじゃん。シングルシングルですよ。はい、まあシンプルにかっこいい T シャツですね。サイズ L です、はい、まあ着る人選ばないっていうか、どんなスタイルにもスッと入ってくれて、なんかシャツのインナーとかパーカーのインナーでも映える。そうですね、フロントだけだとちょっと寂しい、物足りないなって感じる方も多いと思うんで、そこに来てこのね、ちょっといい感じに。背面中央にちょっとエッジの効いたハーレーダビッドソンってフォントもかっこいいんじゃないかなと思っております、はい、スバラーな一着です。お願いします。次が96フロントプリントはもちろんイーグルでかっこいいんですよ。立体的なね、はいはい、カラーの入った、うん、バイクウィーク96とアメリカントラディション、はい、だから厳密に言うとハーレーではないんですが、あ、これはもう許してくださいバイクなんでもハーレーです。あ、違うんや。だから振りがね、いいですよ。これいきますよ、はい、モーターサイクルウィーク、はい、ドン、はいはい、いいですね。ちょっと今までのテイストは変わるんですけど、まあ、イーグルとアメリカっていう、まあ、両頭、まあ、これあれですね、よく見たら突き破ってるんですね。そうはあ。でフロントがこういう立体的なデザインで、バックがこう一番クラシックな、ね、感じがかっこいいじゃない、うん、いいですね、はい、いいデザインです。まあ今回これまたタイで買ってきましたけど、高かったです。いや本当僕が一緒に買い付け行かせていただいた時のネバーダイ1回目の時や。あの時本当に買っててよかったですね、うん、あるだけあるだけめっちゃこうだもんなこれ。あの時で、その何ですか、上にかかってるこれ全部買うって言って、うん、バーってそんくらいこれ見つけたらもう全部、うん、もう持って帰るみたいに。サイズが2XL か、2XL ですね、はい、はい、まあ大きめに着ていただいて、中にねロンティー着ていただいて、ちょっとフットボールシャツみたいな感じで着ていただいて、でその場合はちょっと太めのゴム太のショーツにバンズとかアディダスとかで行ってほしいなと個人的には思っております。まあ、1枚でね着ていただくにも最適やし、かっこいいです。かっこいいですね。お願いします。もちろん次も 90s ハーレーエンブレム、フロントでバックプリントもしっかり入っております、はい、これはまあサイズ感が非常にいいですね。肩幅程よくあり、身幅しっかりありで、タンタケ、まあ、普通に古いエンブレム。コピーライトある？フロントないんじゃない？いやない、ないですね。ないの？レジスターマークだけちょっと薄く入ってるだけです。あ、本当だ程よくね、はい、厚みがあって、そうですね、いいコットンです、はい、
まあ合わせるスタイルも選ばないし、うんうん、このパターンでバックプリントがかっこいいって結構珍しいので、うんうん、はい、大体がないパターンが多いんですが、うんうん、あってかつかっこいいっていうのもポイント高いと思います、はい、よろしくお願いします。これはね、まあね、ウルフでブルーベースすごくいいと思うんですよ、サイズ感も良くてね、はいはい、ただね、僕が言いたいのはね、はい、バックもいいわけですよ。そうですね、これいいっすね。ウルフと来て、ウルフと来てっていうまさかのイーグルでございます。はい、いやこれクランドンさん、このハーレーも青のかっこよくない？これも青やね。そうですね、よくよくサバイバーも青、よくやってくれたっすよ、これで。そうそうそう、いやこれいいよこれ。で後ろがオレンジなわけじゃないですか、うん、だからあのオレンジもちゃんと使えるんです。だから多分そのなんかこの技とこうやってくれてる感じが基本こっちの色だと思うんでね、うん、やっぱりいいですね、素晴らしいですね。お願いします、うん、2000年代入ってますが、スクリューイットレッツライド、これはなんでこれを今回、入れたかと言いますと2009なんですよ、はいはい、でバックプリントがほらジャック・ダニエル風でね。そうですね、この縁がいいな、やっぱりシルエットはボックスで非常に良くて、そうですね、もちろん2009なんで、はい、ご紹介してる 90s よりかはかなりお安くなっておりますが、ボディもしっかり厚みがあって、グリーンっぽくブルーっぽくフェードしていくボディではなく、うん、今ちょっとだけ色落ちてしてますけど白っぽくあのフェードするいいボディです、うん、で合わせやすいと思いますのでぜひお願いします。次もええやんか、はい、袖ファイヤーフレームでポケットポケットこれ良くない？サイズ感が XL で、ただね、はい、結構大きめです。ガバッと切り抜いて、後ろがシカゴハーレーダビッドソン、シカゴの街なんですよ。これもだからやっぱなんか統一感あるのがいい、ちょっと悪な感じでね、はいはい、やっぱポケでいいってのがいいよこれ。ていうかこれちょっと色入ってるんですね空っていうか なんていうんですか。あーこれは画像拡大でも分からないかもしれないけど ね、 そうですね、ちょっとねこう夕焼けっぽくて、ね、オレンジ光を表してるのかな、街の、ね、手に非常に手の込んだけど、はい、でも、まあ、ロンティーポケットっていうのがええわ。まあまあそうですね、はい、完璧、お願いします。次もラストもロンティーです。ハーレーイーグルですが、これに関しては袖プリがね、あの、はい、ちゃんとイーグルがね顔に全体描かれた、うんうん、拡大してください。袖プリハーレーダビッドソンモーターサイクルで、はい、ちょっとフロントプリントは今っぽいデザイン、そうですね、袖プリも今っぽいデザインなんですが、バックプリントが結構クラシックな感じでね、クラシックな感じでいいですね。サウスサイドハーレーダビッドソンバージニアビーチ、このねやっぱバックプリントはね1998パターンがいくつかあるんでね、やっぱ、うん、なんすかバッチリ、あ、バッチリバッチリみたいな、なんで聞き直すね、いやこいつだけ、なんか指でなんか合図送られたかと思ったんですね、はい、エクサ、はい、いいと思いますよ。いいよね。なんかこのフロントプリントのこう細かく描かれたグラフィックで色使いも多めのプリントおよび袖プリに関して、バックプリントは本当にね、あのホワイトとオレンジが50年代60年代のカラーリングがね、非常に僕はかっこいいなと思います。しかも XL だし、はい、フロンティーやっぱり多少大きめでないと。はい。てな感じとなっております。本日も9着ご紹介させていただきました。なかなか粒揃いのハーレー T シャツばっかりだったと個人的には自信を持ってお勧めできます。本日夕方夜6時から店頭にてご試着よびご購入が可能、夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけますので、ぜひともお気に入りの1着見つけてみてください、なかなかね迷ってじゃあ次にしよう次にしようって言っちゃうと結局買えないので、いいなと思ったら即ご購入いただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長とグレートランド響きでした。バイバイ。